いい音ですね。うま。こんにちは、山遊びのたけしです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今回ですね、台湾一人旅2日目の様子ね、お届けしていきたいなと思うんですけれども、今日はですね、メインの日になりますよ。台湾台北近辺の旅行というと、まあ、ここ皆さん行きますよねっていう9分、はい、そっちの方面にね、ちょっと観光していきたいなと思うんですけれども、ちょっとまだ今朝早くてですね、今8時ぐらいなんですね。で、ちょっとね、市内で美味しい朝ごはんをいただいて、で、ちょっとプチ観光してからですね、少しね、郊外の、山の方にね、9分の方は離れていきますので、ちょっと、移動していくという、そんな1日にしたいかなと思っております。はい、ということで、今泊まっているホステルがですね、エンジェルズホステルという、駅でいうと台北駅とか西門駅、西門ですね、西門駅に挟まれたエリアにあるんですけれども、はい、そこからですね、中世記念堂というところまで、MRT 一駅、乗りたいと思っています。目の前がね、228和平公園というところで、もう何回通ってんねんっていうぐらい、この2日目で状況になってるんですけれども、はい、こちらのちょっとね、通り過ぎた反対側にね、大大病院前っていうね、はい、駅がありますので、そこから一駅ね、中世記念堂まで乗って、ちょっと美味しい朝ごはんいただいちゃいたいと思います。大大病院前ございます。はい、このメトロのね、台北メトロの MRT の72時間パス持ってますんで、はい、これでもうこの3日間は乗り放題ということで、って言ってましたらね、ちょうど来ましたね、ちょうど来ましたよ。この象山フィアンシャン方面に一駅乗って中世記念堂まで行きます。中世記念堂駅でございます。はい、降りたいのがですね、この3番のなんか金華街って書いてる、反射してますので、この3番の方に行きたいですね。はい、それで3の出口出て行きたいと思います。はい、ということでね、中世記念堂駅を降りまして、歩いております。ちょっと目星立ててる店がね、もう歩いてすぐのとこにありますので、ちょっとそちらに行ってみたいと思うんですけども、昨日とに引き続いてですね、今日もかなりの、曇り空、ちょっとポツポツと来ておりますが、めっちゃ雨っていうこともないんですよね。はい、まあ、観光する上では涼しいし、まあいいかなっていう感じもするんですけれども、はい、ちょっと晴れてくれるとね、もちろん嬉しいんですけどね、まあ、こういうお天気の時もあるということで、ちょっと今日も曇天の、もしかしたら雨が降る一日になりそうです。うわ、マジか。ちょっとね、いや、多分あそこだろうなっていうのを発見したんですけどもね、なんか列ができているっぽい。おお、そういう感じか、そういう感じですか。すごい、なんか突如めっちゃ人が、うわー、マジか。これはちょっと厳しいかな、ちょっと厳しいっすかね。うわー、すんごい並んでる、すんごい並んでる、わ、すごい並んでます、すごいな。せっかく来たし食べたかったんですけどね、ちょっとあまりにも爆裂並んでたんで、ちょっとやめとこうと思います。パスしよう。あー、そっか、残念やな、残念っすね。そっか、こんな人気店だとは。またちょっと人の少ないタイミングで来れることがあればいいんですけど、はい。で、ちょっとですね、まあこの中世記念堂に来たのが、まあ、朝ごはんの、まあね、この店もあるんですけども、だけではなくって、ちょっと中世記念堂駅っていうだけあって、そういう記念堂があるんですね。で、そこで衛兵さんの交代式みたいなのが1時間おきにあるって言って、で、朝一の1本目が9時
なんでね、ちょっとそれに合わせてこの辺来たかったなっていうのがありました。なのでちょっと適当になんか朝飯を見繕って、で中世記念堂に9時に、行きたいなと思っております。はい、ちょっとですね、朝一やしもう開いてる店ないし、どうしようかなと思ってたらですね、セブンイレブン台北、めちゃめちゃセブンイレブンとファミリーマート、全家って書きますけどファミリーマートがねめっちゃ多いんですね。ちょっとせっかくなんでちょっとセブンイレブンレポしてもいいですかでちょっと適当に朝ごはん、食べたいものを見繕って、ちょっとこの辺でちしゃっと食べたいなと思います。入ってみましょう。結構日本のセブンイレブンの作りが似てるかもしれないです。こういうパン、お酒があって、アイスがあって、 ATM とかコピー機とかほぼ、ね、薬関係とかね、こんなのアミニティ関係もありますし、飲み物もありますし、お菓子もありますしっていう感じですね。もうほぼほぼ日本と同じような感じでしょうか。セブンイレブンでおにぎりとチョコを調達しました何食ってんねんって感じですけど、はい、なんかなんちゃら鶏汁飯みたいな美味しそうなやつとですね、ちょっとなんか濃いなんちゃらみたいな書いてるチョコレートですね。はい、でこれ中世記念堂のね、今ねこうやって中に入りました。なんかこれは記念堂ではないんかな、ちょっとね何がなんやかいまいちよく分かってはいないんですけれども、ですね、なんか公園みたいになってまして、結構、ベンチとかありますんで、ちょっとこの辺でサクッといただいて、で衛兵さんの交代をね見たいと思ってるんですけれども、はい、なんか、広いな、広い公園ですね、これも広いところやな。ではおにぎりいただきます。ね、あんまりたくさん買わんかったんですけどね、台湾ってね至る所に、屋台とかね、なんか市場とかマーケットあったりして、結構食べ物に出会う機会が多いので、朝飯はちょっと控えめにということでおにぎりにしました。うん、豚汁なんとか飯ですねこれは。うんね、美味しいわ。日本にないおにぎりです。なんかねちょっと味付きの飯やな、炊き込みご飯に近いかもしれないですね。はい、おそらくねこちらで合っているものと思われます。あ、開いたキンコンカンコンになってます学校のチャイムなってます。多分こっからね、この博物館入り口正面にギフトって見えてるんですけど、から入って4階に上がって、でなんか交代式見れるみたいな、そんな感じな気がしますね。おごそかなとこにやってきました。ここでね、おそらく衛兵さんの交代式っていうのが行われるんだと思います。結構人いてはりますね。なんかなんとなく今日日曜やし人多かったので流れが分かりました。あれがですね、蒋介石さんの像になりますね。はい、もうすぐなんか兵隊さんが入ってくるみたいです。
行列がすごい最前列で見れてます。ありがたい。はい、ということでした。いかがでしたでしょうか。たまたまね、Google マップで見つけたコメントで8時50分からエレベーターで上がれるというのを見てましたんで、最前列で見れました。ラッキーでしたね。はい、朝一結構人多かったです。はい、朝一やからなのか日曜やからなのかわからないですけど、でもね、結構なんか大ごそかで見応えがありましたんで、皆さんね、ぜひお時間合うようでしたらね、はい、こちら交代式見ていただけたらと思います。はい、ちょっと霧雨が降ってきましたねでね、これそもそもまあこのね、永平さんのやつもすごいんですけど、もうこの記念堂自体がね、もうバカでかいんですよ。すごいな。なんやろ、ちょっと例えるならっていうのが難しいですけど、でかっ。このあの門からここまでもめっちゃ長いし、すごいっすね。でっかいな。いや、これはね、ちょっとふらっと歩いてみる価値があるように思います。中世記念堂の駅まで戻ってきました。で、ちょうどねメトロ来ましたんで飛び乗ります。台北駅まで、何駅か、乗っていきます。合ってるような、台北駅まで乗ります。はい、ということでね、台北駅までやってきました。はい、でですね、ここに書いてます、台鉄っていうのに乗りたいんですよ。はい、で台湾の電車なんですけども、まあ、この MRT が空港までの桃園 MRT とかね、この台北市内の台北 MRT 地下鉄と別に、日本でいういわゆる JR 的なね、台鉄っていうのと、高鉄、高い鉄道って書くのが、まあ、新幹線的な感じかな。はい、で九份方面に行く場合はですね、台鉄っていう一般の JR みたいな在来線的なやつに、乗る形になるということで、そちらの駅の方に向かいたいと思います。でこの MRT のねパスとかとはまた別で、使えませんので、単体で、券売機とかで購入する形になるかなと思います。はい、ということでね、出たとこすぐにね、台鉄台北ステーションありましたね。このちょっと券売機で試してみたいと思います。はい、でですね、今日ここからの工程なんですけども、今朝の、ね、9時半です。今からね、まずは九份方面の10分って書くとこですね、10分の方に行って、でちょっと、ピンシー線っていうね、すごいローカル列車があるんですよ、電車がね。はい、その辺をちょっと乗りながら10分とかピンシーとかの周辺を楽しみたいなと思ってます。でそこから夕方ぐらいに、9分の方に、ちょっと行きまして、できたら夕方ちょっと暗くなるぐらいの時間にね、9分の提灯の綺麗なね、街並みを楽しみたいなと思ってますので、一旦ですね、はい、今台北ですね。はい、台北で通路から、はい、乗りまして、はい、これです。10分まで、行きたいと思います。ちょっとチケット触ってみます。はい、このね、券売機ですよね。日本語っていうのがめっちゃいろんな、当日券購入、普通にチケット購入かな、普通列車で、到着駅を選びたいんですけれども、あ、ありましたね、10分ありましたので、大人1枚あ、これめっちゃ分かりやすいですね。で、現金、クレカ、電子決済とあります。チケット印刷中です、お待ちください。あ、これは分かりやすいですね。チケット印刷が完了しました、チケットをお取りください。はい、で、こんな感じで、ね、無事に購入完了いたしました。自由席なんでね、どれに乗ってもいいんじゃないかな、ローカルと思います。ちょっとホーム行ってみたいと思います。ではチケット通してみますよ。はい、行けました。プラットフォームがですね、4の北上
ノースバウンドっていう方に、ティンシーとかね、そっちのホームに書いてあります。こっちで4番のホームで行けると思うんですが、乗る電車は多分選ばないとちょっと違うところに行っちゃったりするかなと思いますので、若干注意して乗りましょう。はい、で今ですね、あんまり時間調べずにこう行ってるんですけれども、ズイレンっていう、フィンシー線の乗り換え途中の駅までは結構ねバンバン数走ってるみたいなんですね。なのであまり調べずに来ております。でフィンシー線とかね、逆にちょっと数が少ないみたいなんで、その辺はちょっとしっかりと本数とか時間とか見ながら、ちょっと行動していきたいなと思っております。一旦ですね、このレイファン随行みたいなところに行ってね、フィンシー線乗り換えたいんですけども、そうですね、なので9時49分のこれに乗ろうと思います。でローカル用の切符を買いましたんで、このなんか赤とか色ついてるやつ、なんか区間車って書いてないやつは多分ダメです。なんかエクスプレス系は多分乗れない切符のはずです。はい、ちょっとわからなかったら駅員さんとかに聞きながら皆さん切符購入してください。レイファンか、はい、ピンシー線9分とか行く方面の場合は全然ローカル列車で皆さん問題じゃいいんじゃないかと思いますので、はい、そのようにしていただけたらと思います。はい、でね、ちょっとねめちゃくちゃややこしいのが、9分10分ってね、今日2つ行きたいなと思ってて、同じペアで行きたいなと思われる方も多いと思うんですけども、9分がね中国語読みでジョーフェンみたいな、で10分がシーフェンみたいな感じで、9分をそのまま読んでも伝わらず、10分って言うと多分台湾の方には9分やと思われるっていう、すんごいややこしい発音に、ね、なってますんで、もしちょっと難しそうやったら、スマホの画面とか見せてここって言いながら多分、場所とか聞いていただけた方がもしかしたら確実かもしれないですね。結構やっぱ発音がね難しいですね、土地のね。はい、めっちゃ怒ってます。黄色い線の内側に多分入らんかったお兄さんが怒られました。新しめな感じの列車ですね。はい、こんな感じでございます。こんな感じでございます。シートも結構スカスカで、 MRT よりも腰が守られてそうです。はい、はい、っていうことですね。ルイファン到着したんですけれども、見てください皆さん、めちゃくちゃ雨、めっちゃ雨降ってる。マジか、マジですか。ちょっとその心の準備はできてないですね今日。そっか、なるほど。で一番の問題はですね、折りたたみ傘をホステルに置いてきちゃったっていうねこれが一秒なんか、まあ結構レインウェアもいけるので傘なしで乗り切るか、ちょっとどっかで調達するか考えたいと思いますが、いずれにしろですね、雨で10分9分はちょっとなかなかハードモードですね。ちょっとなんとか気を保って頑張りたいと思いますが、そっか、しかもめっちゃ降ってるめっちゃ降ってるんすよ、マジか。10分までね、これで行きたいと思います。めっちゃ雨。
雨が降りやみませんが、ちょっと歩いていきたいと思いますよ。10分降りるとですね、はい、こんな感じでもう早速屋台街が始まります。また老街っていうやつですね。はい、でちょうどね、朝ごはんも結構少量でしたんで、結構お腹空いてきました。もう11時半ですんでね、はい、なんか食べながらちょっとブラブラしたりとか、いろいろ撮ったりとかしたいかなと思います。ジュンくんはですね、こんな感じでランタンにね、なんかいろいろ書いて載ってますよね。こういうのが結構有名みたいな、皆さんされてますが、さすがにちょっとそうなんてきついっすね。皆さんこんな感じでなんかいろいろ書いてありますね。10分の線路からちょっと離れてね、老街の端っこの方まで来ました。結構ねコンパクトなんで、ほんますぐ歩ききれる感じですね。で短い 200-300m ぐらいかなの間に、いろんな屋台とか、ランタン飛ばしたりとかができるお店がこう連なってるっていう、そんなイメージでしょうか。はい、でこの先ですね、5分10分ぐらい歩いたらね、滝があるみたいなんですよ。十分滝っていうね。で天気が良かったらね、滝見に行きたいなと思ってたんですけども、ちょっとこんな天気やし、雨にも濡れるし、もう行くかということで、はい、ちょっと今回はなしにしたいと思います。ちょっと食堂がありましたので、ちょっと立ち寄ってみまして、ご飯が食べたかったんですね。で、はい、じゃじゃん、ルーローハンでございます。ミントが、はい、美味しそうですね。はい、小のサイズ、ちょっといろいろ立ち食いできるように、はい、小を頼みました。いただきます。あ、うまっ、めちゃめちゃうまい。思ってた味ですね、めっちゃ、うん、最高でございます。ご飯にね、こうタレが染みて最高ですよ、本当にちょうど良かったです。ごちそうさまでした。美味しかったです。うん、いいっすね、このショーとかでね、いっぱい食べていくっていうのが種類をいいと思います。はい、ちょっとね、チキンロール食べてみたいと思います。 OK、 Thank you、 ハッピー、シェシェ、ありがとう、ありがとうございます。では、わあ、美味しそう。おお、チキンロールです。チキンロール、なんかブラックペッパー、ソース何するって言われて、ブラックペッパーおすすめって言われたんで、ブラックペッパーにしました。うん、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 美味しい。これなんなんやろ、外はね、カリッとなんか皮っぽい感じで、中はね、もも肉をギュッとなんか集めたような感じ。あ、美味しいな、めっちゃ美味しいです、これ、うん、めっちゃ美味しかった。うん、やっぱ立ち食いしか勝たんすね、台湾。美味しいわ。10分の駅まで戻ってまいりました。一人でね、楽しめる範囲としましては、まあ、この1時間で十分かなという感じでございます。ランタン飛ばしたりね、したらまだ30分1時間ぐらい時間あってもいいかもしれませんが、まあでも結構コンパクトな街なんでね、はい、まあ1本2本、1時間おきに1本なんで電車が、それを待つぐらいでちょうどいいのかなという感じでございます。でですね、この後またちょっと同じ方面の、PC 線列車に乗りたくって、ジントンというところ、終点ですね、
PC 線の終点を、目指したいなと思います。ちょっとね、どこ行っても人が多いので、ちょっと人の少なそうなとこ行きたいなと思いまして、まあ、せっかくね、この田舎の PC 線の方に来てますんで、ちょっと終点まで行ってみたいなということで、ちょっとまた乗り込んでいきたいと思います。あまりですね、ジントンまで行く人は、ちょうど地図がありますね。はい、ジントン、今ですね、今がシーフェン10分です。で、もうちょっと終点まで乗ってジントンまで行きたいんですけども、ジントンにですね、なんか日本の旧統治時代のまだ駅舎、木造の駅舎がかなり古いのが残っているっていうことで、なんかそんなん見てみたいなと思ったりとか、ちょっとかなりローカルな駅行ってみたいなということで、はい、そんな感じでございます。で、ジントンまで行って、で、またピンシー線の起点となります、ルイファン難しいっすね、読みがまで戻って、で、夕方に9分かな、はい、9分はルイファンからで、ね、バスになりますんで、ちょっとそんな感じでちょっと工程を組み直しましたので、はい、ということです。じゃあ引き続きお付き合いください。10分から先はですね、ご覧の通りもうガラス付きでございます。快適ですね、電車も、はい、で、相変わらずね、はい、だいぶ雨がずっと降っておりますが、3个时段给参考一下。ということで、ジントン到着しました。20分ぐらい乗りましたよ。はい、で、ここにね、切符をドロップして降ります。はい、ジントン駅でございます。ブタクセよって言って、髪入れたで、ちょっと激しめのおばちゃんっすね。降りた瞬間からちょっと思ってたはい、ということで、ジントンね、はい、降り立ちました。正直何があるかよく分かっておりませんが、なんかね、このピンシー線沿い、この一個前のピンシーっていう駅もね、なんかいろいろなんか街になってましたね。で、これこのジントンの駅舎がですね、まあ日本の、ね、統治時代の、木造の旧駅舎が残っているということで、確かになんか電車から見た、ホームから見た感じもね、すごく日本っぽかったな。なんかこんなめちゃくちゃワンな感じのポストとかありますし、なんか面白いですね。確かに駅舎こうやって見てみると、なんか日本の田舎の駅とかにめっちゃありそうな感じがしますね。かっこいいな、なんかジントンステーションです。見えますか、かっこいいな駅舎。これがね、ピンシー線の終点のジントン駅になりますよ。ハッピータイムでございます。はい、はい、10分と比べますとね、まあ、本当に落ち着いてて、個人的にはめちゃくちゃなんか居心地がいいなという感じがしますが、はい、ちょっとね、散策していきたいと思いますよ。まあ、とは言ってもね、だいたい屋台とかお店一緒なんですよね。あ、でね、一つね、このジントン特徴言いますと、あのね、ランタン以外にもね、なんかこんな感じで竹筒がね、こうやっていっぱいこれあると思うんですけども、これなんかランタンもそうですけども、願いをね、これ竹筒に書いて、はい、こんな感じでね、どんどん飾っていくみたいですね。日本でいう、まあ、絵馬とかそんなに近いのかな。まあ、それで言うとね、ランタンもね、同じような感じなんですけども、こういった竹筒をまあ飾る文化というか、はい、こういうのもできますので、はい。はい、少しね、駅から歩いてきまして、なんかちょっとよくわからない公共スペースみたいなところ、
で、なんか、はい、あそこはね、列車止まってるところですね。はい、なんかね、上になんかね、見晴らし良さそうなコーヒーって書いてるカフェがあって、で、ここもね、カフェって書いてるんですけどね、なんか、よくわからん感じです。これは、営業はしてないっていうことなのかな、そういう理解かなと思いますが、はい、まあなんせ雰囲気の良さそうなところですね。いいですね、はい、頑張って歌ってますよ。天気良かったら結構な、この渓谷っていうか景色も綺麗なんでしょうねと思うんですけども、今日はね、もうどこ見てもこんな真っ白な景色ですんでね、ちょっと諦めモードなんですけどもね。はい、まあまあ雰囲気が良きということで、もうこれで全然十分なんじゃないでしょうか。やっぱりね、ちょっと人混みが基本的に苦手なのでね、こういうちょっと落ち着いたところに来るとちょっとホッとしますよね。はい、でまたね、この後あれですよ、9分行くとね、多分とんでもない人やと思うんで、昨日ね、シーリンの夜市で、ちょっとたまたま話しかけられたね、台湾人の方に、日曜日の9分はやべえよってね、言われましたんで、ちょっと、言われましたんでね、そうですね、はい。はい、なんとか関係大コーヒーということで、とりあえずあの展望がいいカフェということなんでしょうか。はい、ちょっと線路を渡りましてね、はい、反対側の方に来まして、ちょっとこの階段を上りますとね、さっき下から見ていた、ちょっと高台のカフェがあるかと思いますので、ちょっとそちら覗いてみたいと思います。なんかね、この PC 線沿い、ほんまになんていうか鉄道推しがすごいですね。この PC 線なんか自体にすごくこう愛情を持っていろいろ街が作られてると言いますか、なんかそんな感じがしてすごく良きです。金愛一生、はい、愛の鐘を鳴らそうぜ的なことでしょうね。はい、はい、ちょっとね、いろいろありそうなので入ってみたいと思います。2階っすね。広い、すごく広い。ハロー。ちょっとこの隅の方にお邪魔しましょうかね。はい、ということでお兄さんメニュー持ってきましたけど、めっちゃ可愛いっすね。可愛い。ホットのアメリカンお願いしました。そういえばコーヒー飲んでなかったっすね、まだね。なんかいろいろ飲み物とかは飲んでますけれども、で、一応ですね、私が見えている景色はこんな感じです。天気が良かったらね、より一層いいんでしょうけど、あー、もう全然いい、全然いい、いい感じっすね、いいですね。こう貸し切りなんもまたとても良きでございます。はい、ちょっと今日はかなり冷えておりますので、ホットコーヒーありがたい、いただきます。あー、温まりますね、温まるわ、最高やな、最高ちゃいますこれ。いいっすよね、この提灯揺れてんのもね、めっちゃいいですよね。はい、ということでね、かなりちょっとこちらでゆっくりしてしまいました。っていうかもういいんですけどね、それで。いや、良かったですね、ここ。皆さんもし来るタイミングがあったらね、こう来てみてください。そしてね、今度戻りで、はい、乗りたい電車がやってきましたね。はい、来ました。これ今ホーム入ってきましたんで、これ乗ってね、ルイファン、はい、まで戻りたいと思います。はい、とってもね、いいところでしたね。はい、で、まだまだ雨が降っておりますので、もう今日はこういう一日ですね。はい、本当にこの水弾く、この半分レインウェアみたいなジャケットがめちゃくちゃ役に立っております。
防寒の意味で持ってきたんですけどね、カッパになってくれてますんで、はい、で今電車来てるんですけどね、まだお時間15分ぐらいありますので、ちょっと焦らず駅まで戻りたいと思います。はい、ここでもねランタン飛ばしてる人いますね。はい、10分よりは少ないですけども、なんかすごい可愛らしい。ここでいいですね。なんか10分はね、もうとにかく人多くってうじゃうじゃ、もうそこら辺にっていう、そんな感じなんで、もしちょっと落ち着いてランタンあげたいな、広いとこでっていう場合はいいかもしれないですね。はい、ここまで来てやっていただくのもちょっと一つ手かもしれないです。街中の方まで戻ってきましたよ。ちょっとね、切符買って電車乗っていきたいと思います。ルイハーまで、30ドルになります。乗っていきます。よし、はい、うん、あー、Thank you、 シェシェ、 Yes, it's okay, yeah。 おばちゃんが、お店のおばちゃんが撮ってくれてます撮ってくれてます。はい、タロイモの、あー、こっちの方がいいかな。シェシェ、シェシェ、はい、ハロウィンのなんか饅頭なんかな、饅頭的な的なやつです。肛門性なんちゃらなんちゃらみたいなお店です。はい、ということでね、電車乗りながらちょっとこちら食べたいと思います。あのお店のおばちゃんがね、ほんとなんかいろいろしてくれようとしまして、動画回った状態でこれ渡してなんかポーズ撮ってたら、違う違うって言われて、写真スマホで撮ってもらいました。ありがとうございました。あのジントンですね、あのとってもいい街でしたね。あのはい、なんかまあ何があるっていうわけでもないんですけれども、まあ10分と比べて人少なくて落ち着いて、なんかちょっと田舎のローカルな街楽しめるっていうところで、あの非常におすすめかと思います。皆さんぜひお時間ありましたらね、ぜひ立ち寄っていただきたいなと思います。はい、駅舎やっぱ本当になんか可愛い可愛い駅舎でしたね。じゃあ電車乗っていきたいと思います。ルイファンまでね戻りますよ。うん、お芋のパイみたいな感じですね。あ、めっちゃ美味しいわ。タロイモのパイみたいな感じです。パイ生地ですね、ほぼ。あ、めっちゃ美味しいかも、これ。いいっすね、これ。美味しいです、程よい甘さで。うん、うん、うん、基本的にね、なんかいろんなもの甘すぎず味も濃すぎないのが結構台湾かなと思ってます。結構ね、僕個人的にはすごく合う味が多いですね。はい、美味しかった、美味しかったです。ちなみにこっからね、ルイファンまでは結構戻りますね。1時間弱、50分1時間ぐらいかな。はい、戻りますね。そっからバス乗り継いで、バスはねそんな長くないはずなんですよ、9分まで。はい、っていう感じでちょっと移動していきたいと思います。今が2時なので、まあ3時半とか下手したら4時ぐらいにね9分になっちゃうかなって感じですけども、ちょうどまあ日が暮れてちょっと提灯が明るくね、明るくなってる夜景といいますか、あれが見たいのでね、ちょうどまあ夜になってくれていいかなという感じで、まあのんびりと、後半も行きたいと思いますので、ちょっと皆さん9分も楽しみにしておいてください。はい、ということでですね、ルイファン駅まで戻ってきました。はい、じゃあね、ここからバスに乗り継いで9分目指していきたいと思います。バス停探します。はい、ルイファンですね、2つ出口ありますね。西9分行きって書いてる方の出口に出てください。はい、ということですね、駅出まして、目の前のねバス停があるんですけども、すみません、ちょっと雨めちゃめちゃ降って取れませんでした。もういいかと。あの目の前のバス停が多分9分行きのバスはなくてですね、あのこっち行って矢印出てますんで、その方向に今歩いててます。結構ね、人の流れを見ていただくと、あのついていくだけでちょっとわかるかなと思います。
ちょっとアーケードの下を、歩いていっております。9分やっていきました。はい、結局ですね、よく分からず飛び乗ったんですけども、何ですかね、金火山、金爪山って書くやつ、はい、行きのバスであれば何番でもおそらくこの9分には、止まるはずだと思います。すみません、ここのバス停がですね、よくなんていうとこかはちょっとすいません、よくわからないよくわからない、9分老害のね、一番下かな、下側のバス停になると思います。はい、まあちょっとね、2つぐらいかな、多分バス停があって、まあ9分、うん、どっちでも多分上から行くか下から行くかみたいな話なんで、どちらでも大丈夫なのかなと思いますね。はい、で山ん中入ってきましたんで、ね、余計に雨が強くなっております。ちょっとでもね、傘も傘でね、結構ね、狭いとこ通るのが多いんで、邪魔っちゃ邪魔なんですよね。はい、なのでちょっと、はい、ノー傘で頑張って今日は乗り切りたいと思いますね。はい、ではちょっと屋根の下までちょっとダッシュしたいと思います。はい、すごい雨やな、それにしてもすごい雨や、はい、こっからね、多分屋根ありますんで、傘なしで大丈夫かと思います。アーケードの中に入ってきました。もう早速もう9分って感じですね。もう大にぎわいで、人すごいな、どこ行っても。これまた人がすごいですよ。まあ、9分ね、もう元々、まあ、絶対来ようと思ってたんですけども、ここでねできたら小籠包を食べたいなと思ってたんですよね。なので小籠包を食べたり、あとはまあ適当にちょっとちょこちょこ挟んだりして、でちょっと暗くなるのをね待ちたいかなと思っております。9分はですね、なんかメインのね通りが2つあります。なのでその2つの通りをね、まあ行って戻ってとかしつつ、あとはまあちょこちょこ気になるお店覗いたりとか食べたりとかしていけば結構いい感じに収まるんじゃないかなと思いますね。はい、で写真スポットはね結構9分の中でも老害の中でも上の方がいいのかなと思っております。ちょっとおすすめの写真スポットなんかも、紹介できたらと思っています。ちなみにですね、僕バス乗ってね、バスが、15ドルでここまで来ましたけれども、もしね人数いてタクシーでもいいなっていう場合ですね、タクシーは220ドル、もう均一価格のようで、ルイファンの駅前すぐのとこに泊まってますんでね、もし人数いてちょっとお金かかってもいいよって、まあ、言っても1000円とかなんでね、はい、割ったら安いよとかお金かかってもいいよって場合はタクシーの方がいいかなと思います。バスがね結構多分どの便乗っても激混みなのと、結構立った状態でね山道ぐねぐねと登っていくのが結構寄ったりする方も多いと思います。僕も若干酔いましたんでね、はい、ちょっとご参考にということで、タクシーもぜひ使った方がいいかもしれないです。ちょっと街歩いてまして、はい、小籠包のお店が見つかりましたので中、入ってみました。ちょっとねずっと歩いてるのもしんどいんでね、でもうちょっと行ったらね、有名な写真スポットあると思いますので、ここでゆっくり食べて、時間経ったら暗くなってきたらかな、はい、今ちょうど4時ですので5時ぐらいから暗くなるかなって感じ、ちょっと時間稼いで、綺麗な提灯の夜景をまたちょっと皆さんにもお見せできたらと思います。しばし休憩でございます。で小籠包今頼んでるんですけれども、はい、これもね飲もうと思ってたんですよね、台湾ビール、はい、こちらを当てに、どっちが当てか分かんないですけどね、いただいちゃいたいと思います。
では、いきます。いい音ですね。いきます。おいしい。シェシェどうですか。絶景、絶景ですね。たまらんすね。じゃあちょっといただいちゃいましょうか。これはどうやって食べるのが正解ですか。何が正解やろな。一応ね、この生姜汁みたいなのと、なんか鶏皿みたいなのをくれました。はい、ちょっと正解かわかんないですけども、とりあえずこれにちょんちょんとして食べるっていうことですよね。それ以外ないわって言われそうですけど、ね、どうすかこれ。いただきます。いきますよ。めちゃくちゃジューシー。もうね、8つ入りちょっと大きいな、どうしようかなと思ったんですけど、このサイズやったら8つ食べれますね。全然。これ分かりますか皆さん、こう開けたらね、汁がねすんごいジューシーなんですよ。すんごいジューシーで、すごいジューシーです。うまい。汁がすごい閉じ込められてますね、完全に。最高、最高、最高でございました。小籠包とビール、美味しかったですね。はい。で、ちょっとまだ火落ちないんでね、もうなんだろう、なんかはしごするか、ちょっとカフェとかでも行けたらいいなと思うんですけども、もうなんせ雨がめちゃめちゃ降ってて身動き取りづらいですね。いや大変、人もめっちゃ多いです。やっぱ日曜なんでね。はい、まあにぎわいがすごくあるということでいいとしましょう。ちょっとカフェとかね探してみたいと思います。カフェに入りました。でここね、なんか評判はね良くて、あの夕日の見えるカフェみたいな感じらしいですけどね。真っ白っすね。見えますか皆さん、真っ白。何も見えません。超真っ白です。すごいな。海がね、天気が良かったら海まで見えるらしいんですけれども、全然無理っすね。はい、っていう、まあ今日はね残念なお天気なんですけれども、でもねこのカフェ自体ねすんごい雰囲気がいいですね。はい、でホットグリーンティーを一応頼みました。ちょっとあったかいなんかソフトドリンク飲みたいなと思って、なんかポットで持ってきてくれる緑茶がありましたんで、ちょっとそれにさせてもらいました。お茶届きました。こんなやつ。こんな感じのやつです。はい、でちょっとね飲んでいきたいと思いますけれども、これはこういうことでいいんですよね。はい、薄色ですね。見えますか皆さん、かなり薄色のお茶です。ちょっと入れるの早かったかも。もうちょっと置いてからこれするべきだったかもしれない。だいぶですね、あの一番出し切った後みたいな、3回目のこのお茶っ葉みたいな、こんな色になってますけども、はあ、あったまりますね。でも美味しいわ。美味しい、美味しいわ。あ、いいですね、落ち着きますね。ちょっとねここでのんびりして、ちょっと日が落ちてね暗くなったら、今土砂降りなんでね、パシャッと写真だけ撮って、で9分退散したいと思います。でこの後ね、ジーロンでやってますかね、読み方。ジーロンっていうね町が近くにあります。あの港町ですね。でそちらになんかね、噂によると台湾一美食の夜市、また夜市行くんかいって感じですけど、やっぱり
台湾に来たらね、夜はやっぱりそういうマーケットに行きたいということで、ジーロのねちょっと有名な夜市があるみたいですので、そちらにちょっと行きたいなと思ってます。ルイファンまで、バスで同じように乗ってきたバスで戻って、そこから、台鉄ですね、台鉄で、1回乗り換えてね、ジーロの方に行ってみたいなと思っております。でちょっとね、夜市サクッと楽しんで、台北の市内に戻るというそんな感じにしたいかなと。せっかくねちょっと郊外の方まで来てますので、ちょっとこの周辺のちょっとマイナーなところも満喫して帰りたいということで、はい、ちょっとまだまだこの後も予定ありますのでね、楽しんでいきたいと思いますよ。これね緑茶ね、結構緑茶って聞いたね、日本の緑茶想像してたんですけど、結構味違いますね。あのなんていうかな、甘みをちょっと感じるような緑茶な気がしますね。あの個人的にはすごく好きです。日本茶みたいな、なんていうんですか、渋み苦みみたいな、あれもねあれで心地よいんですけども、ってよりかはどっちかというと薄く甘いっていう感じかな、そんな気がします。すいません、お茶は全く詳しくありません適当なこと言ってるかもしれませんが、お許しください。はい、まあ、なんせ美味しいということで、はい、こちら120ドルのお茶なので若干割高でございますけれども、まあ、この9分がねとんでもない観光地ですので、ちょっとその辺は割り切って皆さん観光していただけたらと思います。ずっと今日はねずっと雨降ってますね。ここですね、すごいあのなんかもう見晴らし、天気さえ良ければね本当最高かなと思います。なかなかにカオスな状況になっております。カオスですね、これはすごいことになってます。あ、大渋滞、うわーすごい。あの滝やめに打たれながらちゃんと9分っていう写真映像撮りましたよ皆さん、すんごい濡れてしまったな。ちょっと頑張ってこっからバス乗って帰ります。もうこれで満足でしょう。いい景色ですね。はい、よかったです。びしょびしょ。いや大変っすね、雨なんて大変。大丈夫っていう、はい、もうずっとこんな感じです。傘さしてる人とかねいますけど、もうちょっとカメラ持ちながら無理なんで、もう諦めて、はい、こいつに守ってもらってます。カバンびしょびしょです。はい、バス停まで頑張って戻ってます。はい、あの来たバスにねルファン行くかって聞いて、行くってうんちゃん言ったんで飛び乗りました。でこれがね多分ジーロンまで行くんじゃないかな。ジーロンまで行く気がするんですよ多分。ジーロン行きって書いてて、でちょっとねこんな感じでいる、いまいちジーロンまで行くという確証がないです。ちょっと聞いてみようかな、うんちゃんに。多分なんですよね、多分。ちょっと乗り続けたいと思います、はいはい。ちなみにですね、このバス15ドルなんですけれども、50しか手元なくてですね、ぴったりなかったんですね。でちょっとお釣り戻ってこない、もう50やったら50チャリンって運賃箱に入れる感じになりますので、ちょっと現金でねキャッシュで乗られる方は、小銭やっぱりこういう時のためにね持っておいていただいた方がいいのかなと思います、はい。なんやろな、こんだけ乗るんやったらやっぱ UU カードとか作っといた方が良かったかもしれないですね。ジーロン駅でございます。到着しました。はい、後ろに見えてるのが駅ですね。で、夜市の方向がちょっとあの駅から少し、歩く方になりますので、そっちにね向かって
歩いていきたいんですが、雨がね9分山下ると結構マシになるかなと思ってたんですけどね、相変わらずですね、ちょっと傘見つけたら買おうかなって迷うぐらいのレベルですね。ちょっと一旦歩いてみますけれども、はい、ということでちょっと街中繰り出したいと思います。はい、なんかねジーロンどんな街かなと思って、ね、来たんですけれども、まあ海がねこれ目の前ここ見えてるんですよ。これ海でね、向こう駅なんですけども、この辺すごいなんか近代的なビルとか立ち並んでいて、結構街やなっていう印象です。台北近郊ですね、どこに行っても結構ね、発展してる街が多いと言いますか、はい、田舎みたいなとこってほんまに今日乗ったねピンシー線とかまさにそうなんですけれども、その他のとこってねほんまにすごいどこに行っても栄えてるなっていう、そんな印象がありますね。はい、ここはね浜寿司とすき家が入ってます。1回セブンイレブン、日本の店がほんまに多いですね、どこ行ってもね。イースクエアっていうところです。はい、台北市内とね変わりないんじゃないかっていうぐらい人たくさんいてね、にぎわっておりますね。すごい、ここも大きな街でございます。はい、完全防備でちょっと屋根がジーロン少ないんで頑張っていきます。はい、ジーロン夜市、着きましたよ。ここですね。はい、屋台がもうすごいな、なんかたくさん並んでますね。はい、食べ物がね特に自信ありの夜市みたいなんでね、ちょっとなんかせっかくなんで食べようかな。はい、はい、すごくね賑わってますが、賑わってるんですけどね、やっぱり台北市内の昨日いたねシーリンの夜市とかに比べるとかなり人の人数がね、人の数がシンプルに落ち着いているので、あ、なんか散策すごくしやすい感じですね。はい、あ、結構いいかもねこれ。なんかちょっと9分のついでとか10分のついでとかにね皆さん来ていただけるとすごくいいかもしれないですね。はい、ぜひこのジーロンもねついでで立ち寄ってみていただけたらと思います。こちらの屋台ですね、イカ焼きを注文しました。まあ、ジーロンねすごく海に近い港町ということでね、海鮮が得意と自信2期ということですね。はい、イカを食したいと思います。今ね後ろでお姉さんが焼いてくれてるこれです。はい、スライスかバーベキューソースかって聞いてくれましたね。あとスパイシーはどうやって言われて、あんまりやって言ったら多分辛いのは入れずにやってくれるんだろうなと思います。そんな感じで、はい、ございます。待っております。イカ焼き、はい、購入いたしました。あんね、カットしてこんな感じでちっちゃくくれますので、すごく食べやすいサイズでございます。全くピントが合いませんね、全くピントが合っておりません。こんなに近づけてもピントが合っておりません。うんうんうん、美味しいです。バーベキュー味なんですけども、日本に比べると甘さより辛さの方が強いかもしれないです。あ、美味しいな。うまい、美味しいです。夜市で立ち食いするのがいいですよね、うん、いいですね。ちょっとこの塩辛めのソースがすごく美味しいです。うん、ここの夜市はですね結構どっちかというと食べ物に振り切った系の夜市になりますね。振り切ってるのでその分食べるものも困らないぐらい所狭しで食べ物の屋台並んでます。結構人も多いですけど言っても知れてますね、うん、快適快適。ごちそうさまでした。美味しかったです。なんか辛いもん食ったら甘いものか
飲み物を飲みたくなりますね。はい、ちょっともしあれば探していきたいと思います。ウィちゃん、デュリコメン。ザカー。オッケー、ワン、ツー。なんかね、中に入れるのは入れてくれます。イエス。甘そうな豆ですね。シェシェ。辛いものの後には甘いものということで、サオシンサオっていうスイーツを、あったかいスイーツをね、いただきたいと思うんですけども、戦争っていう、これ何なんでしょうね。草ですか。はい、をなんか煮詰めたやつにね、甘い豆とか、そういうのをちょっと甘いもの系を入れてくれるっていうやつでして、はい、今ね3つ選んでくれって言ってね、おばちゃんに指南していただいて、あのおすすめ3つでもう完成をさせました。で、それがこちらでございます。じゃん、真っ黒。あのね、中にあるんですよ、ちゃんとこうやってなんかいろいろね入ってます。美味しそうですよね、こうやって見るとね。美味しそうやな。これをあったかいね、この戦争の液体に入ってるやつを食べるという感じだそうです。じゃあ早速いただきます。これなんかお餅みたいなやつかな。あ、美味しいわ。めっちゃ美味しい。このなんか餅みたいなやつがね、いいっすね。で、豆もね、僕もともと甘い豆めっちゃ好きなんですよね。あ、めっちゃ合うわこれ。めっちゃうまいっすめっちゃうまいっす。これ正解や。なんか冷たいもん飲むのもなーと思ってね、温かいのにしたいです。これめっちゃいいっすね。冬場にね、涼しい時期に台湾来られる方はぜひこれ試してみてください。なんかお気に入りの、なんかいっぱい選べたんでね、お気に入りのやつとか入れていただけるとすごくいいかなと思いますね。うん、うまっ。めっちゃ美味しかったです。これは正解やった。非戦争、もう読み方はもう一生思い出せませんググらないとね、基本読み方。美味しかったです。うん、もう唯一満足なんですよ。満足もう昼からもうアホほど食ってますからね。シェ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 。はい、おばちゃん親切でした、とても。いやー、いいですね。やっぱりね、ジーロンの屋台は結構こうやって座って食べれるとこも多いので、やっぱりいいっすね、こういうのね。落ち着いて食べられるっていうのは非常にありがたいと思います。こんな天気やということはあまり聞いてなかったんですよね、今日ね。はい、なるほど、いいっすね。やっぱりね、結局旅ってね、こういうなんかちょっとふと思い立って行ってみようかなみたいなところで、意外とやっぱいい出会いをする街があったりしますんで、うん、こういうのはなんかすごく嬉しいですね。なんか気分がいいです、今日は。今日もですね毎日気分がいいですけど、今日はさらに気分がいいですということで、ということで、今日はね、一日、かなり充実したフルで動き回った一日でございました。皆さん見応えのある動画だなと思っていただけたら非常に嬉しいです。ということで、こちらの動画ですね、少しでも役に立った、面白かったという方、チャンネル登録とグッドポイントよろしくお願いいたします。ではまた次の明日の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。